はい、ロック福田の腕時計魂。今日は渋谷の公園通り、はい、陣デポ渋谷、はい、陣南でしたっけ、住所が陣南だから陣だってかなで、あの陣デポっていうのは陣の、はい、コンセプトショップなんだって。あ、そういうことなんですね、うん、だからね、もうあの陣の、世界観でできた、まあ、はい、ブティックということで、うんうんうん、早速行きましょう、はい、楽しみ、はいはい、あら、失礼します。はいはい、よろしくお願いします。お願いいたします。ジンってさ、なんかまるちゃんみたいな女性からするとどんなイメージ？やっぱりすごく時計好きな人が好きで、うん、こう硬派の中の硬派、うん、みたいなイメージだったんですけど、どうなんですか？うん、でもね、本当ソウルメイトのね、あの、はい、こう投稿とか見てても、うんうん、割とこう時計好きだなっていう人がね、ジンの方が多いよね。多いですね。で、ジンはだから創業が1961年。そうです、1961年創業ですね。ですよね。で、創業者の、ヘルムート・ジンさんが、はい、ドイツ軍の空軍のパイロットだったっていう。ドイツ空軍のパイロットで、2万時間以上飛行している大ベテランですね。すごい、すごいですよね。そうだったんですね。で、そう、まあ、そういう、まあ、熟練のパイロットが自分の経験を生かして時計を作ろうと。ということで最初コックピットクロックと、そうですね、コックピットクロックから始まって、うん、その後はパイロット用のクロノグラフの時計を作ってますね。なるほどね。今の、まあ、社長さん CEO の方が1994年に、うん、来たのが、IWC にいたローター・シミットですね。確かにオーシャン2000ってシミットさんですね。そうです。オーシャン2000はローター・シミットが手掛けた、うん、名作ですね。ですよね。東西ドイツがこう再統合した時の、まあ、あのランゲ&ゾーネの、ね、復興にもなんか非常に尽力されたという。立役者さんですね。ね、だからもう時計業界では、うん、まあ、すごい有名な方と。こう何気にすごい人なんだなっていう感じですかね。はい、あれは確かあれですよ、ね、ベル&ロス、はい、バイジンでしたっけ。そうです。ベル&ロスさん、ベル&ロスが立ち上げ、ブランド立ち上げた時にまだ時計を作るノウハウがなかったので、うん、まあ、ジンが代わりにベル&ロスの時計を作ってたということですね。あ、あとそうだ、もう一つお聞きしようと思ったんですけど、本当の名前ジンの、はい、ドイツ語表記のあれは、はい、難しいんですよね。正式にはジンスペシャルウーレン、うん、スペシャルっていうのは英語でスペシャル、うん、でウーレンっていうのはウォッチ時計ですね、うん、なので日本語で言うと、うん、ジン特殊時計会社という社名ですね。で、今日はまあそういうスペシャルな中からも、まあ、エリスグリの、そう、ジンを代表するモデルというのをご紹介いただきます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではですね、まず代表的なこちらが、103BSAO と、パイロット用のクロノグラフですね。もう1960年代からもうすでに出来上がった完成したデザイン、うん、もうそのままロングセラーとして引き継がれ受け継がれている、パイロット用のクロノグラフですね。現在のラインナップで、まあ、最古の歴史があるっていう感じですね。そうですね、うん、そうなんですね、うん、でさらにこれはですね、ここの穴見えますかね。うん、穴ですか。あ、このラグのところ、ラグのところいらっしゃいますね。ここの穴なんですけど、はい、これドライカプセルという除湿剤が除湿剤、はい、入ってまして、はい、でさらにジンのテクノロジーで中にプロテクトガスが入ってます、うんうんうん、そうすることによって時計ケースの中を
常に乾燥した無水の状態にして、中に使われている潤滑オイル、これの劣化を遅らせるとか。これがもう1960年代に実装されてたんですか、そのテクノロジー。いや、これはその当時はないです。数年前からですかね、この103にこれが実装されたの。どんどんこう進化を遂げていると、ね。はい、サイズがいいですよね。なんですか、大きさ。直径41ミリです。でも実際の41ミリもなんかこうちっちゃくこうジュッて見えるよね。そう、あの、ごつく、薄すぎないですよね。いいな、いいな、いいな。いいな、いいな、いいな。失礼します。マニッシュな感じで。かっこいいですよね。かっこいい、ね。ブレスレットの感じもすごくね、滑らかですし。良いね。取り回しが良さそうな。前からいいなと思っていて。いいよな。ブレスレットがいいですね、すごくね。そうですね、ブレスレットは、ポリッシュとサテンのコンビネーションですね。立体感がね、すごいありますね。おしゃれ。で、次が EZM3 ですね。EZM3、はい、はい。こちらの時計はですね、ドイツ警察の特殊部隊用に開発されたモデルですね。でパッと見てリューズが何で逆にあるんだろうって皆さん思われるんですけれども、はい、ドイツ警察の特殊部隊、要するに重火器扱いますので、突起物が、通常の位置にあると引っかかったりしてヒューマンエラーを起こす可能性がありますので、突起物は全て反対側に配置するっていうミッションタイマーですね。あ、なるほど、はい。でこちらの特徴としては8万アンペアパーメーターの胎児時計ですね。磁気呼びしない、もう強力な磁石をくっつけても磁気呼びしないという。あ、いいな。それも素敵ですね。なんとなくこう全体的にマットな質感で、ね。これで何ミリですか。これで41ミリですね。アクセントになってるんですかね。赤いアクセントは 500m 防水のダイバーズウォッチなんですけれども、ダイバーズウォッチの場合、その潜った時に光が届かないと、赤色って見えなくなるんですよね。それでダイビングに必要のない赤いところはもう見えなくなると。あ、そういうことなんですね。そういうことか。じゃあこれが見えなくなったら潜りすぎ、潜りすぎというかですね潜ったところ、潜った時に必要のないところはもう赤色にした。デザインで赤なんじゃなくて、そのいらない情報を消すために赤にして。なるほど、そういうことなんですね。まさにあのスペシャルな時計だね。本当実用、実用って感じですね。で、次が3本目ですね、はい。こちらが非常に新しい、まだ最新のモデルの、一つになるんですけれど、はい、105STSAUTC ですね。 UTC、 はい。であれ UTC って何でしたっけ。 UTC はですね第二時間帯なんですけれども、ドイツ行ったらドイツの時間何時だろう、日本の時間は何時です、ドイツの時間は何時です、はいはい、第二時間帯、第二時間帯ですね、はい。で UTC の訳はユニバーサルタイムコーディネーテッドの訳ですね、はい。であともう一つ特徴的なのがこの回転ベゼルなんですけれども、こちらステンレスをですね、熱して分子が開いたところに炭素を詰め込んで焼き固めるっていうテギメント加工っていうんですけど、非常に硬い、傷がつかない、セラミックと同等の硬度を持つ。ドライ、塗装じゃないんですね。塗装じゃないですね。あ、塗装ももちろんその上にですね、テギメント加工した上にいわゆる PVD 加工をしてます。はいはいはい。でこちらがですね、デザインがこれまでのジンとはちょっと文字盤のインデックスのデザインとかが違ってまして、丸みを帯びてるんですよね。そうですね、非常にドイツ、メイドインジャーマニーというそういったバウハウス的なデザインなのかなという気がしますね。なるほど。ちなみに僕がはめてる時計もですね、U ボートスチールという潜水艦の鋼鉄を
時計ケースに使ってですね、うんうん、でさらに先ほど言ったテギメント加工、うん、でその上に PVD 加工してますので側面を、まあ、どこはやってもいいんですけどガリガリドライバーで引っかいても全く傷がつかない。でジンの中では機械式のダイバー装置としては2000m 防水という。うわすごい。じゃあ海底の岩とかにもしぶつかっちゃっても大丈夫ってことですね。大丈夫です。へー、強いですね。強いですねこれは。でしかもドライカプセルがですね、はい、この6時の位置の穴のところに丸があると思うんですけど、はいはい、これドライカプセルです。あ、そうなんですね。6時1の位置はい、見えました。であとはちょっと見えないところなんですけど2時と10時1にもドライカプセルが搭載されていて、はい、合計3個。あ、すごいすごい、はい、次がですねこちらの UX、これは UX の GSG9 というモデルです、うん、でこちらはですね、まあ、実際にドイツの国境警備隊 GSG9 特殊部隊が採用しているモデルですね、うん、こちらのモデル 5000m 防水、まあ、ハイドロというテクノロジーなんですけれども中に特殊なオイルを充填することによって内圧外圧の差がないので、うん、理論的には無限の防水性能、うん、ただしこれクォーツじゃないと実現できませんので、うん、中にクォーツのモジュールが入ってます、うん、その安全を考慮して5000m 防水になってますね、うん、なるほど、そういう数字だったんですね、はい、でオイルが入っていることでどの角度からもはっきりくっきりと見えるっていうのも特徴ですね、うん、ここにですね円盤が入ってましてこれここ、うん、はい、若干押すと動くんですけどちょっと えそれはなぜに、うん、あの押してみて、はい、モニモニするってことですよね。そうそうそう、グッ、そこで圧力がかかった時にそこで調整をして動くようになってるんですね。これで調整してるんですか、圧力を。圧力を調整してますね。でこれはだから、Uボートスチール。そうです、うん、Uボートスチールですね、うん、Uボートってあの Uボートですか。 あのね、多分マルちゃんが言ってるあの Uボートではない。マルちゃん言ってるの第二次大戦の時の、はい、ね、あの、はい、大西洋の狼とか。そう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 、あれはだからまあ確かにあの U ボートだけれども、はい、U ボートってだからあのドイツ語で潜水艦の意味だから。あ、そういうことなんですね。そうだから最新鋭の潜水艦で使ってる特殊スチールのことですね。そうですね、うん、なるほど。なので潜水艦に使ってる、鋼鉄ですので、うんうん、海水耐性が非常に強いんですよね、うんうん、まあ、要は潜水艦なのでずっと海に沈んでますよね。で同じ素材を使ってますので要するに海水に対して非常に強い、洗わなくても錆びない。いや、丈夫で海水に強い、錆びない。錆びない、そういうことですよね。そうですね、うん、洗わなくても錆びないっておっしゃいましたけど、はい、海から上がって、まあ、ちょっとペタペタするかもしれないですけど洗わなくても錆びないんですか。錆びないんですけど洗った方がいいと思います洗ってください。はい、最悪洗わなくても大丈夫だよと。はい、ね、すぐ洗えなくても。そう、はい、うん、あとは 5000m 防水で、うん、この薄さというか、あ、そうか、そうか、厚みがないというのはジンのテクノロジーを使って初めて実現できると思いますね。そうですね、それでね、雲仙メートル防水とかって言うと、はい、もっとこうごつい。そうですね、うん、うん、そっか、確かに言われてみればそうです ね。じゃあここからは、まあ、先ほどご紹介いただいた、ジンのテクノロジーについて、あのアフターサービスをやられてる、技術者の、野中さん、あの実際に実験を見せていただきます。はい、すごいちょっと、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど小出店長の方から説明された、はい、テクノロジーいろいろあったと思うんですけど、はいはい、でカタログにも実は詳しく書いてあるんですね、うんうん、ただ書いてあってもそのなかなかテクノロジーの、まあ、
その凄さが伝わらないというか、実際にやはり読んでみるよりも、まあ、目で見ていただくのが一番分かりやすいということで、今日は実験をして、そのテクノロジーの効果について、体験していただこうかと思います。なんか楽しいぞ、こんなの初めて。はい、はい、あのジンの、まあ、代表的なテクノロジーで、はい、AR ドライテクノロジーというものがあるんです、はい、でそのドライテクノロジーで搭載されているドライカプセルというものが、もうほんとこんなに小さなカプセルなんです。ネジみたいな形してるんですね。お手に取ってご覧になって。ネジとおっしゃいましたけど、まさしくネジになってまして、はい、なくしちゃいそうだよ。ケースに、うん、まあ、それがねじ込んであるという状態になってます、はいはいはい、うん、あ、で真ん中に乾燥剤が、はい、でその乾燥剤のところはサファイアクリスタルで蓋をしてあるんです、はい、ですので防水性もしっかりと担保されているということ。本当だ、蓋がいますね。蓋がしてある。水気を吸い込んでいくことで、はい、色がだんだんと、まあ、白に近いブルーから濃いブルーに変わっていく。一番濃くなったブルーになるまで、どんどん吸い続けて、最終的にこの濃いブルーになった時にはドライカプセルの中でも水分が飽和状態になると。でこちらの時計はドライテクノロジーが施されているもので、中にプロテクトガスも入っている状態です、うん、でこちらにドライカプセルがついています。ここですね。でこちらは、本来ドライカプセルがつく部分が、ちょっとネジで留めてある状態になってまして、はい、中には一般の空気が入っている状態です、うんうんうん、プロテクトガスは含まれてないという状態なんですね、はい。まあ、これが要は一般の時計なんです、まあ 普通の時計はこうなります、はい、はい。でこれを、今室温よりも、表面のガラス表面を、マイナス45度まで急冷します、うん、はい。するとどういうことが起きるかというと、まあ、時計のガラス面は、当然凍りつくんですね。ほうほうほう。このように瞬間的に、はいはい、凍りつきます、はい。で今時計のガラスの表面が急冷されて、うん、時計の内部の温度差が出てきているという状態なんですね、うん、はい。うんうんうん、でドライテクノロジーが施されたものは曇りがない状態ですけども、ドライテクノロジーがないものはこのように曇ってしまっている。あ、拭いたのに曇ってますね、うんうんうん、こうなってしまうんですね、うん、全然違う。で、まあ、1分ぐらいするとだん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 と中の曇りが、まあ、取れてきて、うんうんうん、まあ、曇りがなくなるんですね、うん、でこのくらいの内包湿度であれば、まあ、一般的にはその時計に与える影響は少ないですよというふうにあのどなたもおっしゃるんですけど、逆に言うとその時計の中に空気がない状態はできないので、まあ致し方がないというところなんですね。ただジンの場合はあの視認性をしっかりと確保するためにも、どういう状況で使われてもあのしっかりと文字盤が見えるというのもドライテクノロジーでまあ実現しているというところです、まあ、もちろん時計の内部のオイルの劣化等を防ぐというものももちろんありますけども。すごかった。すごいですよ、はい、なるほど、はい、これが AR ドライテクノロジーです、はい、ありがとうございます。じゃあ次の実験ですね、はいはい、次は何、はい、次はですね、はい、先ほど紹介させていただきました EZM3 にも、はい、搭載されてます、マグネティックフィールドプロテクション。あ、これですね、はい、うん、磁気が帯びないという、はい、はい、8万アンペアパーメーターまでの耐磁性能がある時計ですけども、はい、これについてテクノロジーの説明をしていきたいと思います、はい、で実験にはもうモデル的に生産終了になってしまいましたが756というモデルを使って説明します、はいはい、これも同じようにマグネティックフィールドプロテクションが搭載されている時計です、うん、でどちらもケースそのものはステンレスなんですね、はい、でステンレスの、素材というものはあの磁石をつけても磁化はしないですね、うんうんうん、でそのものは磁化しないんですけども、はい、あの磁石から出る磁力線は簡単に通過させてしまうんですね。ははでこれはあのスプリングワッシャーといいまして、はい、あのまあ、ネジ締めるときに使うような鉄製のものなんですけども、はいはい、このように磁石にくっついてきます、はい、でこの磁石、ちょうどこの棒の先端についている磁石が、はい、8万アンペアパーメーター、まあ、1000ガウスほどの力を発する磁石です、はい、割と強いですね、はい、でこのステンレスの裏蓋をここに載せますと、はい、磁力線が通過しますので、はい、下の金属片を
一緒に持ち上げて裏蓋が持ち上がってしまうほど、まあ、磁石が強く通過してしまうということになります、うん、まあ、当然磁石を外せば金属片は落ちていきます、うん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 、で同じようなことをこのマグネティックフィールドプロテクションが施されている裏蓋でやります。この裏蓋には磁石がくっついてしまうんです、はいはいはい、ただ磁力線は下に通過しませんのでこのように持ち上げても金属片はくっついてこないという。不思議。なんかマジックですかこれは。不思議ですよね、うん、すごい。へー、まあ、あの通常金属というものは磁石がついてしまうとその金属そのものが、うん、あの磁石になってしまうということがありますが、はいはい、これは磁石がくっつかなければ金属片にはくっつくことはないですね。あ、磁気は帯びないということですね、はい、ええ、磁力の影響を受けている時だけ磁石にはつきますけど下には通過しない。うーん、これは磁気を測れるガウスメーターというものなんですね。で、まあ、磁気をまあ見える化してくれるものなんですけども、まあ、実際にその身近にある携帯電話のスピーカー部分なんかでもかなり磁気が発するものがあります。非常に危ないので時計なんかには近づけていただきたくはないんですが、はい、ZIN のマグネティックフィールドプロテクションを施したものは、まあ、8万アンペアパーメーター1000ガウスまでの磁気は、うん、まあ、保護できるということです、うんうんうん、すごい。で、この磁石、うん、今実験で使ってた磁石ですがもう完全に振り切ってしまうぐらい強い磁力があります。最近はね、ハンドバッグとか、あ、そうです、その留め金とか、ね、はい、革小物の、ね、この磁石が結構、はいはい、で、知らないうちに、まあ、時計が磁化してるということが起きるんですね、うんうん、時計が磁化してしまうと、まあ、いろんな悪影響が出るんですが、うん、一番まあ問題になるのはやっぱり時計の精度なんですね、うん、時計の中にあるテンプという部分が磁化してしまうと精度が著しく狂ってしまって、うん、それはもう元に戻ることがないんですね、うん、でその実験をちょっと私の時計も交えてやってみたいと思います。わ、ドキドキする。でこれ私の時計ですね、あの、はい、ジンの556というシリーズです、はい、これの精度をちょっと今測ってみたいと思います、はい、まあ、10秒くらいですかね、9秒とか10秒とかそのくらいで、うん、こちらが天風という部品が動いている角度を指すんですが、うん、まあ、300度ちょっと、うん、非常に時計としてはいい状態のものであります、うん、はい、でこれに、磁石の影響を及ぼさせます、はい、この時計も、一応ZINでは4800アンペアパーメーターまでの磁力は防げるようになっているんですが、はい、先ほど見ていただいたようにあのガウスメーターが振り切るぐらいの8万アンペアパーメーターほどの、磁石を近づけます、うん、キャーつけちゃいます。あ、なんか痛々しくて見てられない感じ。はい、こうなりますと、大幅な進みに今数字が変わってきてますね。40秒50秒ほどの進みになってきてる。振り角もやはりちょっと影響を受けて落ちてくる。でこれはもう磁気を抜くまで、戻らないということになってしまいます。が私の時計が今かわいそう。早く抜いてあげてっていう、はい、感じですね。あんなに調子が良かったのね、はい、で、こちらの、はい、756ですけども、はい、こちらも同じように精度を測っています、はい、1日あたり 3,4 秒ぐらいで振り角も300度近く振ってるものですね。非常に時計としてはいい状態です。いい、はい、じゃあこれあの私が磁石をつけるとあの手加減していると思われるかもしれませんのでお二人 でこれちなみに磁石時計ぶら下がるぐらい強いものです。あのご自身の時計にはおつけにならないので気をつけてください。やっていいよ、大役を合わせつかりました。本当にくっついちゃう。でもすごいね、バチンってなるもんね。そうですね、なんか自分が悪いことをしてる気持ちになってきました。すごくなんか罪深い感じ、罪悪感がすごい。でもこう散々貼り付けたんで多分ちょっともしかしたら狂ってるんじゃないですか。そう、良い子は真似しないように、良い子は真似しないように。で、どうなりました？精度の方は、今数字が出てきましたが、振り角は300度ほど、精度の方も、5秒ぐらいということで
磁石をつける前とほぼ変わらない。変わらず。すごい。すごい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 。あんなにこんなにやったのに、はい。私の時計はちょっとかわいそうなことになってますが、マグネティックフィールドプロテクションが施された時計は成分に影響は出ない。すごい。いや、お見それしました。説得力があるわ。では次の。はい。はい、次は、先ほどご紹介させていただいた、はい、モデル105のベゼル部分ですとか、これですね、あとは小出店長がつけている U2S ですね、はい、これに使われている、テギメントと呼ばれる、はい、金属の表面を加工して高度を上げるという技術の説明をします、はい、で現在ジンではステンレススチールや、U ボトスチール、はい、あとチタンですね、このあたりに、はいはい、テギメント処理をしているんですが、はい、表面の硬度が、セラミック並みに硬くなるという、ほう、でこれは硬い硬いと言ってもなかなかわからないと思いますので、実際に、はい、ステンレスのケースのものと、はい、ステンレスにテギメントを施されたケースのものとニードルでちょっと傷を入れてみてください。時計に悪いことをするパート3じゃないですか。ちょっと、はい、こうやっちゃうわ、今日は、悪いこと満載です、はい、どうぞどうぞ、一番の罪深いですよこれ。まあ怖い。あ、普通にすっごい傷つきますね。あ、猫のひげみたいになっちゃった。ああごめんなさい、すいません、お先に。でこっちが、はい、ステンレスにテギメント処理をされたの。はい、悲しい思いはさせませんから。はい。あれ？つかない？あれ？結構真剣にやってるんだけど、全然つかないですね。はい。そんなに違う？あのね、もうね、滑る感触が違うの。あ、そうなの？はい。引っかからないですね、一切。なんか反発するような。滑っていくような感じになってる。はい。やってみよう。ほら。そうだって、この歯が食い込んでいく感じが分かる。そうなんですよ、削れてんなっていう。でもこっち完全に滑ってるもんね、はい、いい感じです。すごい分かりやすいな。ね、びっくり。はすごいですね。はい、これがテギメントです。で、そのステンレスにテギメントをされているものよりもさらに硬度が上がるのが、はい、その上にブラックハードコーティングという PVD 処理したものですね、はいはいはい、それを店長がつけてますので、はい、はあ、なるほど。店長のもやっちゃうんですか。やりましょうか。それはこちらはもう十数年ぐらい使ってるんですけど、うん、テギメント加工プラス PVD 加工のおかげで、はい、新品同様というかですね、傷一つないですか。傷一つないですね、10年使って。あ、それはすごいな。10年選手だとは思わなかった。ほら、ってころは10年やって傷がつかなかった時計に丸山明室をつけるっていうのは、やりましょうか。本当にいいんですか。ちょっと、じゃあこことかがいいかな。うん、そうね。ちょっとじゃあ失礼します。あの、大丈夫ですね。大丈夫ですか。さすが、あの人様の時計に、うん、すいません。ドキドキしちゃう。あ、本当だ、全然。そう、これもトルントルンですよね。でも本当にこれ10年以上使ってたとは思えないですね、うん、すごい。そうなんですよね、昨日買いましたみたいな顔してます、新品同様、買った当時と同じような感じですね。あ、すごいですね。いや、あくまでもその表面の処理ですので、はい、あのボンとぶつけたりした場合はへこんでしまいます、うん、で、じゃあカンカンしちゃダメなんですね。そうですね、はい、あのぶつけたりしたらへこんでしまいますけども、まあ、そのへこんだ面にもそのテギメントの処理層は残りますので、うん、まあ、ステンレスの素材そのものは、うん、あの柔らかいですからボンとぶつけてしまうとあの PVD が剥がれで落ちるということは起きるんですが、うん、まあ、ジンの場合はそういうことは一切起きないと。はい、次は、はい、次はご紹介いただいた UXGS-G9、はい、こちらの、実験をしたいと思います。サファイアガラスの屈折率と同じ屈折率のオイルを充填しているんですね、はい、ですので先ほどからご覧いただいているようにあの、まあ、平らな真っ平らに見えるような印象があると思うんですけど、はい、ガラスと同じ屈折率なので、うん、そういうふうに見えるんですね。おでこちらもあの
先ほどの AR ドライテクノロジーでやってみたように、あの中に空気が含まれてないので、うん、急激な温度変化があった時とかにも曇ることは一切ないんですね、はい、中はオイルが充填されてます、うんうんうん、でそのオイルが、まあ、充填されているものがあの、まあ、温度等によって膨張したり、うん、縮小したりしますけど、うん、その時のためにあの安全弁として裏蓋がこう動くという仕組みに、あ、それでこう無にも、はい、なってるんです、はい、時計のケースの中はオイルで、まあうん、パンパンになっているという状態ですね、うんうんうん、はい、であの実験のためにこちらに準備しているのは、はい、片側はあのオイルが充填されているハイドロ、はい、で、もう片側は一般的な防水時計と同じように、うん、文字盤とダイヤルの間は空気の層になっているんです、はい、これを、まあ、実際に水中でどういう見え方になるかというのをちょっと実験で見ていただければ、うん、これ上下は上がオイル入りですか、はいはい、で下が普通、はいはい、回る、おあら、ある角度からもう鏡のようになって、まあ、もう時計の文字盤が見えないものと、うんうん、時計の文字盤がどこまでも見えるものと、うんうん、あると思いますが、見えるものがハイドロが充填されているものですね。おーおー、だってもう今の借りて見えなかったもん。本当だ、全然すごいすごいすごい、はあ。まあ、あの職業ダイバーの方とかが、はい、あの水中で実際に作業される時とかっていうのは、うん、まあ、時計とは別にあのいろんな機材をつけてらっしゃると思うんですけど、やっぱり一番目に行くのは時計だと思うんですね、うん、その時にちょっと角度が変わっただけで文字盤が見えない、うん、ということではやはり身の危険にもつながりますし、うん、そういった方にも安心してつけていただけるダイバーのウォッチということですね。で内部はクォーツで動いてます。そのクォーツの振動子が真空状態になってますので、うん、その真空になっているクォーツの振動子のカプセルが、まあ、破裂するのを防ぐために、まあ、5000m の防水線ということに一応なっております、うん、というわけでなんか見応えがたっぷりで、うん、今日はね実験とか見れちゃって、ドキドキでした、ね、いやいや、でもほらなんていうのかな、もっとなんかこう男臭い時計なのかと私は思ってたんですよ、うんうん、だけどこうなんでしょう、スマートな感じがとってもするですね。あ、そうだよね、なんか、うん、なんだろう、うん、洗練されてるっていうかな。そうそうそう、やっぱさすがドイツの会社だなと思って、こうデザインとかもよく見ると、うんうん、こうでもこう飽きが来ないというか、あ、ちょっと使いたくなる時計だなってすごく思いました。レディースもね、あるんですかな、ね、今何モデルぐらい、今はですね110モデルぐらいあります、ね、そんなにあるんですね、はい、でね、今あのマルちゃんも言ってましたけど、レディースも結構、レディースもあります、ね、レディース置いてあるお店ってなかなか少ないんですけど、ここにはレディースモデルもありまして、はい、実際に女性の方が、お客様がご購入されてますね、うんうんうん、あ、なるほどね、全然ね、ここの品揃えはすごいんで、いや結構壮観ですよ ね、この後終わった後にね、うん、ちょっと個人的にいろいろと見ちゃおう、見ちゃおうね、というわけで今日は本当どうもありがとうございました。ありがとうございます、ありがとうございます、はい。